車道というのは、指示を接する、接しておさえる。二車道というのは、この鍵型にしまして、これで接する。それから、三車道というのは、こういうふうな、筆を、四車道は、というふうになっている。それから、まあ、お手返し、ジリーナンランというふうに、いろいろあるわけです。合気道の技は、指導の技、先ほど指導の技の、取り合い、それから自由技、長芸ですね。この2つを入り混ぜてやっておりましたが、基本技が約150手でございます。それで、その150の技を反復練習することにおいて、これを修練して自分の身につけるというね。これが、非常に一つの練習法です。それから、先ほどのような動きのある競技技に行くわけです。合気道は、試合という形式はおりませんが、常にやはり心の治療というのを行いまして、勝負を超越したところの武道であります。あくまでも武道であります。これは、本当真の日本の武道でありました。愛知武道となりましたのが昭和2年頃に我が本師の上芝文平先生が大使になっています。その前は大恐竜愛知武道愛知の我がとしてお家芸として保存されております。皆で、原爆みたいなものでありまして、昔は、の牛は、それを連発するのを一つ誰も知らないというように、どうも物を作ることにおいて、非常に豪華なものです。武道とスポーツ、これの差はですね、いつも私が言っておりますが、スポーツというのはある試合、いや、試合にはしますけど。